どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが6月8日の水曜日なんですけれども、タイガースは昨日も勝利して今シーズン最長タイの6連勝、一気に交流戦首位浮上ということで、チーム状況は最高潮です。そんな中、二軍戦で怪我により抹消されていた浜地投手が早くも実戦復帰を果たしたということで、今回の動画では浜地投手復活後に考えられる中継ぎの入れ替え問題について、岩佐投手とのダブル昇格が濃厚で今後どうなっていきそうなのか、この点について 掘りをししてていいいいききなながらお話していきたいなと思いますでは、早速お話をしていきますが、タイガースは昨日、大事な DH6 連戦の初戦に勝利、これで今シーズン最長タイの6連勝、そしてスワローズと並んで交流戦首位浮上ということで、投打ががっちり噛み合う試合が続いています。昨日も大山選手の一振りが試合を決めましたが、上位打線はもちろん、下位からもしっかり流れを作れてますし、確実に打線はそこを出してるんじゃないでしょうか。そしてこの交流戦もやっぱり投手陣の粘りは健在。昨日は西投手が6回無失点で、その後の中杉投手も無失点。これによってなんと交流戦チーム防御率 はの2.09になりましたいや、もう交流戦も最終盤ですよ。序盤にこの数字ならまだわかりますが、10試合以上消化してこの安定感というのは、さすがとしか言いようがないですよね。リーグ戦はもちろん、パ・リーグの強打者相手にも屈しない今の投手陣は、12球団トップレベルと言えると思います。矢野監督は昨日の試合終了後、2度目の6連勝について、こういったコメントを出しています。バッター陣がなんとかできそうな感じが出てきたし、チーム全体で勝てているというか、後からいった選手が頑張ってくれたり、ピッチャーずっと頑張ってくれているけど、そういうところではいい形になってるなと思うということで、本当にチーム 全体で勝っているそんな展開が続いてますよね。昨日のように3得点以下ですがそれを守り抜いて勝つ。時には投手をカバーして打線の反発力で勝ったりと、いろんなバリエーションの勝ち方を見れるようになってきました。そういった中で今回の動画では中継ぎ陣にフォーカスして見ていきたいんですが、今一軍登録されている中継ぎ陣も十分最強ですが、交流戦が終わるとさらに争いが激化する可能性が出てきたんです。まず皆さん気になってるであろう岩佐投手について、岩佐投手は月曜日に急遽抹消されて、え、岩佐もしかして怪我？何かあったの？と心配の声も多く上がっていましたが、昨日主な人がリフレッシュ抹消だと

その方針というか、選手それぞれが結果で答えてくれてる今の状況は、ファンとしても嬉しい限りです。さあ、で、抹消になった岩佐投手なんですが、2軍本体を離れてノースローで別メニュー調整。まあ、2軍に行ってバンバン投げ込んでたら意味がないですからね。軽めのトレーニングで汗を流したそうです。で、岩佐投手は今の状態について、こういったコメントを出しています。体は元気ですけど、見えない疲れはあると思う。この期間を無駄にしないように、疲れを抜いて、今までよりもいい状態で投げられるように調整していきたいということで、体は元気。この言葉が一番の安心材料ですね。岩佐投手自身は投げたいと志願していたみたいなんですが、 今回は首脳陣がブレーキをかけてあげた形です。ファンからも疲労を心配する声が度々上がっていましたし、17日からのリーグ戦再開後に照準を合わせます。また元気な姿で一軍に戻ってきてほしいなと思いますね。さあ、そしてもう一人、このピッチャーも岩佐投手と同じタイミングで戻ってくる可能性が出てきました。それが浜マ投手なんですね。まず、浜マ投手のここまでについて確認していきますが、今シーズンキャンプオープン戦等結果を残し続けて開幕一軍入りを果たしました。そして、勝ってる場面ビハインド時にはワンポイントもこなすという一番大変な役割をこなしてきた。そしてここまで17試合投げて。 1.76のの役割でで登板してしてててっっっかかりりゼロ帰きたりとと個人的にには数字以上の貢献度が浜地投手にはあるかなと思ってますここまで相当タフな展開で投げてきましたよ。気持ちの入れ方、調整の仕方もいろいろ難しいと思いますが、ここまで開幕からフル回転するのは初めてで、いろんな状況に対応できるのはすごいなと。で、今年の浜地投手を語る上で外せないのが、絶対的な安定感。というのもここまで15.1回、バッター55人に対して与えた四死球はゼロ。ですので、無駄なランナーを背負うことがここまで一切ないんですね。そしてなおかつボールも強くなってるということで、 そう簡単には連打を食らわないこのレベルのピッチャーをビハインドでもつぎ込めていたことでタイガースはかなり安定して試合を作れてましたよねしかしフル回転の代償だったのか5月15日のベイスターズ戦先頭バッターとの対戦で投球直後に顔をしかめてベンチに戻り治療そして一度は戻ってきたんですがその後ランナーを背負って途中交代そして翌日に抹消という流れです理由は右下肢の張りもともと足の状態は良くなかったみたいでそれが一旦限界が来たという流れでしたまあマチ投手の気持ちを考えるとそう簡単に痛いですと投げれませんとは言えませんよね なんだとブレーキかけてやれよと言いたい気持ちもわかるんですが、浜地投手からすればやっとつかんだ自分の生きる道ですよ。周りの中継ぎ投手もみんないい中で、今落ちたらもう自分の居場所はないかもしれないと、どうしてもマイナスな方向に思考が向かいがちです。結局抹消になってしまいましたが、それでも今年の安定感は本物ですからね、なんとか怪我を治して戻ってきてほしいなと思っていたんですが、昨日、タイガースファンにとって超朗報。それというのも浜地投手がベイスターズ戦以来の実戦復帰、結果は三者凡退でした。映像を見てましたが、最速149キロということで、しっかり押し込めてましたし、相変わらず 9話なしということで、復帰後初登板で頼もしい姿を見せてくれました。で、浜マ投手は復帰登板を振り返って思ったより投げられたというのが、自分の中の印象幹部の痛みもありません。ということで、幹部を気にしながらの登板になったと思いますが、しっかり結果もついてきたのは好材料です。そして、平田監督もこの日の投手陣について、こういったコメントを出しています。佐伯が5回無失点。そこからすごいリレーだよ。小野島本斎藤にしても浜マも出世王だね。俺は勝ツだけど、そういう意味では、今日は豪華リレー故障上がりのピッチャーを投げさせないといけないタイミングだったんで、ピッチャーは本当にすごいねんということで、しれっと。 つお節も炸裂してますが、2軍はこれで11連勝いや止まりませんね。1軍2軍ともにいい流れが来てます。そこに加えて、今後1軍に浜マ投手が戻ってくるとなれば、さらに強固な中継ぎ運用が可能になってきます。先ほどもお話した通り、ここまで交流戦13試合戦ってチーム防御率は2.092点台前半ですよ。今年は3失点以内に抑え続けるなど、先発、中継ぎともに抜群の安定感を見せてくれてますが、この数字をリリーフに絞って見ていくと、交流戦リリーフ防御率は驚愕の1.337。これまた12球団トップということになります。しかも交流戦。 に関してはシーズン防御率1.76の浜内投手抜きですからね。改めて層の厚さを感じる数字になってますが、矢野監督は昨日湯浅投手抜きで守り切った中継陣についてこういったコメントを出しています。今家事が行っても誰が行ってもっていうぐらいのレベルにみんな中継陣が頑張ってくれてるんで、でも岩佐がポンと抜けた中で貞也の最初の投板でピシャッと行ってくれるというのはチームにとってもちょっと安定感が出てくるし、貞也自身も落ち着けるような投板になったと思う。誰かが抜けてああやっぱり岩佐が抜けてってなると明日以降にも影響することは出てくる可能性もあるんで、そこでよく投げてくれたと思いますということで。いや本当 昨日の試合に関してはいきなり岩佐投手不在でどうなるかという展開になったじゃないですかでもし昨日中継ぎ投手が逆転を許していたらほら言わんこっちゃないと岩佐を抹消してる余裕なんかないやんと首脳陣を攻める声も出ていたかもしれませんし何より残りの交流戦を戦う上で雲行きが怪しくなるところでしたしかしそこを岩佐投手そして本来は7回のアルカンタラ投手この2人で乗り切れたというのは一生以上に大きな価値があったと思うんです9回の岩崎投手以外は誰がどこで投げても不思議ではない中で不安な初戦を取ることができましたそして昨日16試合ぶりにホールドを上げた岩佐投手は 末梢になった岩佐投手について、こういったコメントを出しています。今シーズンはここまで岩佐が本当に頑張ってくれていましたし、帰ってきた時により良い,いチーム状態で迎えてあげたいということで、いやこのコメントに今年の中継ぎ陣の全てが詰まってるんじゃないでしょうか。絶対的な投手はいないかもしれませんが、みんなでカバーしながら戦っていく。その中で投手キャプテンの経験もある。岩貞投手が元気なのはチーム全体を考えても大きなプラスだよなぁと改めて感じます。で、問題はここからです。今後、岩佐投手はリーグ戦再開前に一軍復帰を果たすことが濃厚。そして浜地投手もこのタイミングで投げれたということは岩佐投手。 タイミングで帰っててれる可能性が出てきたと思うんですというのも立場の違いはあるかもしれませんがシーズン序盤背中の張りで抹消になった渡辺投手が実戦復帰を果たして即1軍合流渡辺投手の場合は最短10日での復帰だったということで今年欠かせない存在になっている浜地投手も投げてるボールに問題ないそして怪我の心配もありませんとなれば今後早めに1軍復帰を果たす可能性は高いんじゃないかなとでそういった流れで問題になってくるのが果たしてどの選手と入れ替えになるのかということです先ほどもお伝えした通り浜地投手不在で交流戦リリーフ防御率は1.337つまり方程式の投手 はもちろんビハインドで投げるピッチャーもみんな盤石なんです岩佐投手や梶谷投手はもちろん石井大地投手も今年かなりいいんですよ先日はリードしてる場面の9回を任されましたがえげつないフィールディングを連発してアウトをもぎ取るなど気持ちの面でも乗ってます今年1軍で8試合投げて防御率は1.80現在7試合連続無失点中ということで2軍でもずば抜けた数字を残して上がってきましたからね去年新人ながらいきなり法廷仕切りを果たしたピッチャーですしその力を遺憾なく発揮してくれてますでロングリリーフもできる藤浪投手もいますしどこからでも試合を立て直せる体制というのが整ってる これが今の中継ぎ陣の現状です。ただ今後完全未知数なケラー投手、このピッチャーが1軍で投げてどうかというのが、岩佐投手、そして浜地投手の入れ替え時に大きく関わってくる気がしますね。昨日勝ってる場面で登板しなかったということは、首脳陣としてはまずはビハインド、比較的プレッシャーの少ない場面で始めていこうという考えがあると思うんです。藤波投手が中継ぎとして昇格を果たした直後の展開みたいな感じですかね。で、その投球内容が良ければ序列アップも考えていくと、ケラー投手に関しては守護神として獲得した投手ですし、本来任せたいポジションではないかもしれませんが、日本人投手みんなが奮起してくれす。 てるんんで仕方がありませんどんな選手でも競争を勝ち抜かないといけませんから現在中継ぎ投手は8人登録されてます去年は延長がありませんでしたがそれでも大体9人で回してましたからねで今年は延長があっても現在8人まあこれでも十分いけるだろうと考えられてる理由として挙げられるのはやっぱり先発陣のイニングイータープリがすごすぎるからですかね大体みんな6回7回青柳投手に至っては平均で8回投げてくれてますからそりゃこれだけ先発陣がイニングを食ってくれたら野手を少し多めに登録しておこうかと舵取りできますよね もバテは来ると思います。そうなった時に岩佐投手、浜マ投手との入れ替えはどうなっていくのか？もしかしたら野手との入れ替えも考えられると思いますが、キラー投手のアピールも含めて、今後の中継ぎ争いも見ていきたいなと思います。はい、ということで、今回の動画では岩佐投手、そして実戦復帰を果たした浜マ投手の現状、そして今後2人が復帰するとなれば、どんな入れ替えが考えられそうなのかについてお話をされていただきました。これから夏を迎えるにあたって、さすがにピッチャーの枚数を増やしていくでしょうし、誰と誰を入れ替えるのか本当に注目です。2軍も11連勝中で勢いに乗ってる。選手はたくさんいますから、特に投手は1。 ミスが命取りになるほど争いは熾烈ですからね今日からの戦いも注目してみていきましょう皆さんは今後の中継ぎ運用についてどう考えますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいですということで以上今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいですこの動画が面白かったためになったと思っていただけた方はよかったらチャンネル登録グッドボタンを押していただけると嬉しいです皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者3万500人突破いつもありがとうございます皆さんのご視聴コメント高評価チャンネル登録が励みになってます 次は目指せ、チャンネル登録者3万1000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。でまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホーありがとうございました。改めて今後、岩佐投手、浜地投資が復帰すれば、どんな中継ぎ運用になっていくのか、よかったら皆さんの考えというのもお聞かせください。ではまた。